川崎競馬11レース交流重賞のスパーキングレディースカップです。能力偏差値ですが、 A ランクが1頭、 B ランクが1頭、 C ランクが3頭というレースになります。これから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます。最後に適性を反映しました予想印を公開します。指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定丸を打ちました能力偏差値1位5番、川田の乗る馬になります。前走のマリンカップの指数が黄色線を12上回る優秀な指数でした。能力的にはトップだと思います。前馬比較してみますと、この馬の黄色の前走は優秀なことがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸になります。今回は1006です。指数の応戦が山となっているところを見ていきますと、前走の船橋マリンカップは1006でした。昨年9月の中山は1008でした。1006は守備範囲だと思います。展開面を見ておきます。一角通過順位はオレンジ色の四角です。指数の応戦が山となっているところを見ていくと、前走の船橋は6番手からの競馬、昨年9月の中山も同じ6番手からの競馬になっています。中段からの差しがいいタイプです。ここで先行力分析シートを見ておきます。一角予想図ですが、逃げ馬が1頭、先行タイプが4頭ということで、ミドルペースを予測します。先行力で相当してみますと、この馬の先行力は47で6番手です。ここも中段からの競馬になりそうです。上がり指数を指数比較分析シートで見ておきます。上がり平均指数ですけど、この馬の上がり平均指数は53でトップになります。ここは優秀な差し足が生きると思います。次に暫定20丸を打ちました能力偏差値に、1番の馬になります。金走では2走前に黄色線を上回っています。昨年12月以前は黄色線を10以上上回る指数を連続しています。能力的には丸を打った5番と同等だと思っています。距離を見ていきます。指数の合わせが山となっているのは2走前が1006でした。昨年9月も1006です。1006は適距離だと思います。展開面では、花を切っての、競馬がずっと続いています。この馬の先行力ですけれど、76で2番手です。ここは花を切れないリスクも考慮したいと思います。次に暫定、黒三角打ちました能力偏差値3位、7番の馬になります。2走前の大井で黄色線上回っています。能力的には上位2頭には一歩劣ると思います。距離の方は1006が適距離だと思います。展開面の方ですが、後位からの競馬が続いています。この馬の先行力見てみますと68で4番手です。ここは先行できそうで、展開面のリスクは少ないと思います。次に暫定白三角打ちました能力偏差値4位2番の馬になります。3走前4走前に黄色線は上回っています。距離の方は1006は短い可能性が高いです。ここは三着候補まででいいと思います。以上適性分析を考慮しました最終予想の印になります。本命20丸打ったのは5番です。能力偏差値トップで A ランクです。枠順にリスクはありますが、展開面、対戦成績の面でも高評価しました。
対抗丸を打ったのは1番です。展開面でリスクはありますが、枠順対戦成績を高評価しました。馬券の方ですが、20丸打った5番を軸に、相手は丸を打った1番、黒三角の7番、ここまで。あと3着候補は中央馬の中から選びましょう。